はい、というわけで録画も開始しましたところで、まあタイトルいっちゃうか。本日12月24日、絶望笹島 P4U2 絶望クリスマス大会開始していきます。よろしくお願いします。これなんでこいつらこんなにいるの。12月24日になんでこいつらこんなにいるの。総勢37名。やーべえ。去年のあのブレイブルーの52人も相当やばかったけど、これも相当やべえ。頭おかしいんじゃねえのかっつうね。まあなんでもいいや。とりあえず0回戦から始めていこう。ルールはあのいつも通り早稲田式2オンになりますので、じゃあまず呼び出していきましょい。あ、ちなみに今俺ね、あの動画の人に分かるように言うと番長のコスプレしてるから。はい、じゃあ A 兄弟から呼び出していきます。おぼろ漢字&フェルシー漢字漢字タッグをホモタッグホモタッグバーサス、スズサダダとナーサーさんでいいのかな、ナーサーさんのミーツールのチームの対決となります。該当者の方いらっしゃった、はい、手挙げて、はい、お、なんかもう一本マイクは、まあいいや。鈴さん、ナサさんいる？いる？おーい、鈴どこ行った？あ、いる。じゃあじゃんけんして兄弟決めちゃってください。あー、これも使う。あー、これ通るわ、音が通る。ですね、次 B 兄弟、申し訳ないんですが、あの再戦さん1人チームになります。あの1回負けたら終了となりますので、再戦さんのとこと、K さん&ルビーさんのチームの対決になります。あー、いる。じゃあじゃんけんして兄弟決めてください。いる？再戦さんいる？じゃあじゃんけんしといてください。次呼び出し、バンジさん若坊さんのとこと、ニッキさんとロボさんのチームの対決となります。はい、いる？パンジさん、若坊さん、ニッキさん、ロボさんいらっしゃった。じゃあ廃止、じゃんけんして、じゃんけん先方申告どうする。正直かぶせやる人いねえでしょ。うん、関係ないよね、あんまり漢字漢字のやったら。はい、じゃんけんして、もうね、もうなんでこんなクリスマスにいっぱいいんの人。この番組はご覧のスポンサーの協力でお送りします。準備でき次第座っちゃってください。ペルソナ4 G アルティマックスウルトラスープレックス。ちなみにね、こっちのカウンターにですね、調査さんのお手製のクッキーがございますので、すごいよね、格ゲーやってるとクリスマスに女性の方からのお菓子が食べれるという。あ、もう座っていいですよ。お菓子もらえますよ。ソウトさんに感謝を込めながら食べるといいですよ。わー、やったーって。はい、なもんで、じゃあ座り試合開始しちゃってください。じゃあ開始、本日の絶望クリスマス大会開幕。さあ、絶望していいんでね。このクッキーを食べれば漏れなく明日の知り合いに、俺昨日女の子からお菓子もらったんだ、あげるから。 P4U でお菓子もらったんだっつって。この戦い、ちなみに A 兄弟ね、録画入ってるから、これあんまりめちゃくちゃなことやると動画に残るからね。これぐちゃぐちゃにしてる。まあ笹島らしいっちゃ、ね、P4U らしいっちゃ。さあ開幕なんかこう盛り上がっていく。さあベルシーさんね、ベルソナーじゃなくてブレイブルーでのなんか反応してるな。すげえ伸びた。さあリッカーさん打って、バスライバーファイティング。さあゴーレーからアメンハシ、さあいい攻撃だ。痛くない。さあルーパンは甘え、なんかいろいろあって耳が痛い。さあ、まずはダメージを受けて、ルーパンを締めて、さあ、いいね、甘えてな、さあ、完成が入って、いいから、はい、はい、はい、さあ、しっかりどうぞ、割と、ここで食べたいから、楽しむよねと。さあ、先にラウンドを、ミズル。
さあ第2ラウンド先制しちゃう声を飛ばしてガンガン攻めて何かしら声が高いアルテミスアリューカリンが迫ってくるガラストーリオまずいさあじゃんミスノルさあお互い強くいくカーッチー行くぞ下がっているから行けそこだセイ行けそこだ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 行かせてもらういい感じそこだ行けそこだ行けそこだ非常に回すんですね。ルーパンの前だった。割とね、俺みたいなバカにはそうですけど、ペルソナでいいな。さあ、黒焦げゲージ、ダメだって、ダメだって。セツナ、トランザムをするなよぐらいの感覚で、黒焦げはするなよって言ってる。了解、黒焦げやってるよと思ったので。さあ、さあ、プレッシュ。やる気がないな、すごいですね。さあ。しっかり勝っていくだろう。ミスる。やばい。これはやばい。存分に実力を発揮。処刑女王か。名誉な。あれ、ビギョダイ終了。ペルソナ4。ここは夢と現実、精神と物質。じゃあもう一回戦進めようかどうかな。影響力があるか。あなたのお姿とその分身、ペルソナをイメージなさってください。男見せてやるぜ。シャドウ感じかと思ったら違った。どうせ感じかと思ったら違った。この牙城をぶち壊せるか。しかし、インサールは凄まじい。そしてアンティの。本気を出してきた。
じゃあじゃんけんして準備ができ次第カウントダウンを行ってください。じゃあ、あーなんか見ないし、モボさんが頑張ってくれた。じゃあ決まり次第、素晴らしい戦いを見せてくれました。本物の男の拳は重かったぜ。そして影響体が非常にまずい状況、普通の感じならいいさ知らず、この感じだとミスる感じが合分になる、やばい。ペルソナむしろ感じ有利はである。ようこそベルメット。ここはさあ、影響体が面白いことになっている。シャドウハンジャー受けたまわりました。あの人のしか見たことね。己のプライドをかけ今戦場、シャドウ十文字。さあ影響体はアイスの誇る譲る感じはゴブゴブと、アルテミシア、どっちの力もゴブゴブだよ。さあフィールさん、フィールさん、フィールさん、ガンガン攻めていって、セグセグセグ、よしセグ、カッコバイト、カッコバイト、アルテミシア、どうだ、ガンガン攻めていきたいよ。ああ、今度は大きにいかないセグ、はいはいはい、セグ、行けセグ、どっちも力はゴブゴブだよ、頑張る。じゃあ、C 兄弟終了。ガンガン攻めていきたいよ。ガーッてやる。あーいいな、 C 兄弟、今 C 兄弟のあれだ、呼び出すね、俺だもん。さすがに聞こえそうね、止めるのは熱いな。まあ誰かマイクに行くよ。はい、 C 兄弟呼び出すよ。ポンポンさん、ポンポンさんのロボさん、俺、十文字太郎バスポーズ、サンデさんのチームの対決となります。はい、ポンポンさん、勝負かな、俺、サンデさん。やっ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 や存分に実力を発揮。今ここ霧城だか名古屋城だか知んねえけど、あんたの根性は十分伝わったぜ。瀬田さんと BJ さん対おぼろさんとフェルシーさん、